アレックス・スチュワート・ロイドはイギリスのレーシングドライバー。現在はインディカーシリーズにパートタイム参戦する。彼は2008年の F1 ワールドチャンピオン、ルイス・ハミルトンと親友であり、その付き合いはカート時代からのものである。ロイドは9歳でカートをはじめ、イギリスススーパーワン選手権に参戦、ヨーロッパ選手権にも参戦した。1999年、14歳でチャンピオンを、 獲得し、翌2000年には、フォーミュラフォードのテストを行った。2001年、フォーミュラフォードにステップアップし、ヨーロッパ選手権に参戦、スパ・フランコルシャンでは2位に入った。また、フォーミュラフォードフェスティバルでは13位に入賞した。冬の間彼は、フォーミュラルノー UK、ウィンターシリーズを戦い、3位でシリーズを終えた。彼は、フォーミュラルノーを2002年に卒業。 その年のランキングは9位であった。2003年はその能力を広く認められ、マクラーレンオートスポーツアウォードを獲得した。この年は、フォーミュラルの UK 選手権に参戦し、ルイス・ハミルトンに次ぐランキング2位を獲得した。ジェームズ・ロシター、マイク・コンウェイを打ちまかし、2勝を挙げている。ロイドは2004年に初めて、マクラーレンの F1 テストを行った。このテストは、 前年に受賞したマクラーレンオートスポーツアウォードの一部であった。彼はアランドッキングレーシングとチームメイトのウィルパワーと共にいくつかのテストを行ったものの資金不足のためイギリスフォーミュラ3に計画通りフル参戦することができなかった。代わりに彼はユーロフォーミュラ3000の終盤7000に参戦、1勝と3つのポールポジションを獲得しシリーズを制した。 しかしながら、それでも、資金不足は、ロイドの、主な問題であり、2005年は限られた活動しか、できず、車両開発のために要請された、イタリアフォーミュラ3000での2000とフォーミュラルのお三点を、シリーズのモナコでのイベントのみにしか参加できなかった。冬に行われた2005年から2006年の A1、グランプリに参戦するため彼は、A1 チームイギリスと契約した。 しかしながら、レースに参加することはできなかった。チームは、シリーズ側のオファーがあったとして、ベテランドライバーのロビーカーを出走させることを決めた。2006年に彼は、AFS レーシングと年度途中で契約し、インディプロシリーズに参戦した。資金不足に対する最後の試みとして、彼の両親は、万党の自宅を打ってその資金を提供した。ロイドは、最初のレース。 セントピーターズバーグで予選2位となり、参加2000では3位に入賞した。7月にはインディアナポリスモータースピードウェイで優勝を果たした。これは AFS レーシングにとって初の勝利であり、この勝利で彼はオーナーのゲイリー・ピーターソンとの友情を固いものとした。シーズン後半に彼はインフィニオンレースウェイで2勝目を挙げ、シリーズを7位で終えた。2007年、ロイドは サムシミットモータースポーツと契約し、序盤の5戦で連勝した。彼はチャンピオンシップをインフィニオンレースウェイでの8勝目で2戦を残して確定した。このシーズン彼は5連勝、8度の優勝、最多ポイントの652を記録した。彼は現在もインディアナポリスモータースピードウェイのロードコースと2.5マイルのオーバルコース両方で優勝を果たした。 唯一の人物である。彼はまたすべてのレースをフロントローから出走するという記録も達成した。2008年のインディ500、プラクティス2007年の圧倒的な成績と10月17日に行われたインディカーのテストの結果でロイドはチップガナッシュレーシングのドライバー養成計画に採用され契約した。2008年財政問題のためチームは彼を フル参戦させられず、インディ500、ロレックススポーツカーシリーズの数戦、限られた、インディカーのテスト走行に参加させた。2008年4月10日、チップガナッシュレーシングトレーホールレターマンレーシングは、ロイドを5月28日に開催される2008年のインディ500に協力してエントリーさせると発表した。ロイドは、ルーキーテストで最速であったが、223、 マイルパーアワーでクラッシュし病院に入った後、予選は19位で通過した。決勝の終盤、彼は大きくクラッシュし、ピットロードを滑り落ち、たチームのピットを交差した。2009年のインディ500で依然として、フル参戦するだけの資金はなく、ロイドは2009年、ガナッシュと協力したサムシミットモータースポーツからインディ500に参戦した。彼は、 ハーエナジードリンクのスポンサーを受け、車両のカラーリングに合わせたホットピンクのスーツをその月いっぱい着ていた。これにより、彼はロックバンドピンクフロイドをもじったピンクロイドのニックネームを得ることとなった。これに加え、妻のサマンサがレースデーの5月24日に2番目の娘を出産予定であったことが、イギリスのメディアの注目を集めることとなった。 ポールデイの残り5分、ロイドは11位で予選を通過した。レースではブレーキランプが壊れ、ピットインしたために13位となった。6月2日に娘のベサニーが誕生した。同じ週にインディライツを共に戦った、エド・カーペンターにも子供が生まれている。2010年、ロイドはデールコインレーシングと契約、アメリカボーイスカウト連盟のスポンサーを受け19番車をドライブした。 インディ500では4位に入賞。これは彼のインディカーにおける最高位であり、デールコインレーシングにとってインディ500における最高の結果であった。彼はまたテキサスでのパフォーマンスでファイアストンタイヤ、イフィックムーブを獲得し、その年のルーキーでは最上位となり、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。資金不足は続き、2011年もフル参戦はできなかった。 しかしながら、インディ500には、ベールコインから参加し、その後も、セバスチャン・ボーデが走らない、オーバルコースでのレースに参戦した、インディライツ・インディカーインディ500。ありがとうございます。